ダイソーで面白いものを発見。空気で膨らむやつです。こんなのが100円で買えるとは。ビニールで膨らむやつ、非常に可能性を感じます。軽いし、空気を入れなければ場所取らないし、もっと細かいところが再現できるようになると良いんですけどね。ゆるキャラで空気で膨らむ着ぐるみがあったけど、あれナイスです。まずはかぼちゃの方を開けてみましょう。続いて黒猫。顔が猫バスに似ている。では外で膨らましてみましょう。これまたダイソーで買った空気です。これぐらいでいいかな。ははは、面白い猫が誕生した。次はかぼちゃを膨らまそう。これぐらいでいいかな。かぼちゃが誕生した。がっちりしてます。かぼちゃと黒猫が現れた。これを大量に並べたら面白そう。夜だとこんな感じ。一晩経っても空気は抜けてません。ダイソーの空気で膨らむかぼちゃと黒猫でした。